皆さんこんにちは、ユリアと申します。それでは流行り神剣からやっていきましょう。前回第2話鬼を S クラスでクリアしました。クリアしたら新しいお話が生まれました。ですが今回は最終話名前のない駅をやっていこうと思います。それでは最終話名前のない駅やっていきましょう。警視庁非公認事件記録な13号、名前のない駅。今は優香さんの捜索が最優先だ。しかし目の前に異常な状態の遺体が存在しているのも事実。刑事として人間としてどうするべきか判断が問われているような気がした。僕は優香さんの捜索を最優先にしたか、手厚い祈りを捧げた。優香さんかな。僕は優香さんの捜索を最優先にした。今は非常事態です。この際遺体は放置して優香さんの救出を最優先にしましょう。今は死んだ人間のことを気にかけている場合ではない。残酷なようだが仕方のないことだ。僕たちは優香さんの姿を求め再び名前のない駅を目指した。闇を通り抜けるのにさほど時間はかからなかった。工事途中で放棄されたと思われる掘り散らかされた通路を抜けると、そこには広大な空間が広がっていた。これは。僕らは口を揃えて驚きの声を上げた。それは墓場だった。何十何百という墓標が立ち並ぶ巨大な地下墓地。なぜこんな場所に墓が。通路から漏れるわずかな風の音は地下に埋もれた魂の嘆きに聞こえた。ユリア君、これを見て。何ですか。ひとみさんが指さしたのは近くにあった墓に刻まれた年号だった。1103昭和23年没。他の墓を調べてみると昭和20年代から30年前半に亡くなった人のものが中心となっていた。なるほど、第二次世界大戦直後か。しかしなぜ地下に墓場を作る必要がある。彼らの死を隠さなければならない理由があったというのか。兄さんは早くも民族学者としての血が騒ぎ始めたらしい。ブツブツと何やらつぶやきながら真剣な面持ちで墓を調べている。墓に刻まれた1103という数字が気になったが、僕には何を意味しているのか理解できなかった。ああ、遺体調べてないもんね。このお墓を見つけたから駅の工事を途中で中断したのかもしれませんね。おそらくは小暮さんの指摘通りだ。こんなものを見つけてしまっては工事どころではない。問題はなぜそれが表沙汰にならず未だに存在しているのかだ。大戦直後か。時代から考えても臓器売買とは関係なさそうね。ひとみさんが自分の意見を自ら却下する。もちろん異星人の実験説もね。宇宙人がわざわざ日本人向けの墓を作るとは思えないものね。確かに異星人の仕業じゃないな。過去に何らかの目的で作られた国家ぐるみの施設と考えるのが妥当だろう。例えば敗戦後も秘密裏に稼働していた軍事施設とかな。優香さんはその真相を究明するためここに来たのかもしれない。優香さん。僕は力いっぱい声を出した。この地下世界のどこかにいるであろう優香さんの元に届くように。その声は地下墓地全体へとこだましたが次第に小さく消えていった。僕の声に応えたのは死者たちの沈黙だけだった。また来た。このままじゃここもいずれ見つかるな。それに龍脈の話が本当ならもうすぐ地下は崩落してしまう。
何とかしてあのポルターガイストを切り抜けないと。それにはポルターガイストの正体を知らなければならない。正体さえ分かれば回避する方法も見つかるはずだ。兄さんが言ったように悪霊の仕業なのか、それともひとみさんの仮説通りポルターガイストに似た現象を引き起こす人為的な仕掛けなのだろうか。セルフクエスチョン、怪異現象の正体。最初に自分の心を確認しておく必要がある。僕が信じる道はあくまで科学だ。だがしかし、あのポルターガイスト現象を科学で説明できるのだろうか。できるはずだ。できなくても信じる。同じ意味っぽいけど、できるはずだ。ではどうやって目前の怪異を科学的に説明する？え？やはり科学では説明不可能だ。人間が作った何らかの仕掛けだ。上は多分ルート変わっちゃうよね。じゃあしたら、人間が作った何らかの仕掛けだ。ポルターガイスト現象は人間によって作られた。この考えに後悔はないか？後悔はない。いや、もう一度考えよう。これは最初に戻っちゃうよ。後悔はない。優香さん、あのポルターガイストの正体は人間が作った仕掛けなんじゃないかな。僕は自分の考えを正直に伝えた。ここにある研究施設はポルターガイスト現象を人為的に発生させる装置を開発するための場所だったとしたら。そうね、ありえると思うわ。オカルト好きの優香さんには大否定されると思っていたが、意外にも素直に受け入れてくれた。例えばこの施設全体に高周波の空間を作り出すことができれば、電界が発生して一見超常現象とも思える怪異が起こる可能性があるわね。電界が登録されました。超音波ってことも考えられるわ。普通人間の耳に聞こえるのは50から1万5000ヘルツの音波なの。超音波が登録されました。それに当てはまらない極めて低周波の音波か2万ヘルツ以上の超音波を使えば、音波の流れで物体を操ることができるかもしれない。あるいは磁力ね。リニアモーター間に証明されるように磁力を使えば相当大きなものまでコントロールすることができるわ。磁力が登録されました。リニアモーターカーが登録されました。へえ。思わず僕の口から関心の声が漏れる。優香さんってオカルト専門家と思ってたけど、ちゃんと科学的な分析もできるんだ。当たり前でしょ。オカルトの存在を証明するのに非現実的な理論を並べ立てるだけじゃただの変人じゃない。そんなの誰も信じちゃくれないわ。どんな怪異、超常現象だってちゃんと科学的な根拠に基づいて証明していくのが研究者の筋だと思うわ。僕は大きくうなずいた。そして彼女を見直した。そして惚れ直した。自分の考えを盲信する人間が多い中でなかなかできることではない。そういうことになるわね。問題はその装置とやらがどこにあるかだが。僕たちはそっと扉を開け通路に出た。大丈夫？ユリア君、あれ見て。他の部屋から出てるケーブルが一本になってつながってる。あれをたどっていけば。ん？よくわかんないな。うん、間違いない。行こう、優香さん。怪異の正体が電気だと思えば、それほど恐ろしいものではない。単純なもので、歩調も軽やかになる。ねえ、ユリア君、今の音聞こえた？今の音？え？私たちの足音じゃないの？僕の耳にも背後から裸足で歩くような足音が聞こえた。怖っ！今の音、私たちの足音かと思ったのに違う人なの？聞きたくはなかったが。また聞こえた。
何者かが後ろからついてきている。怖ー。ねえユリア君、せーので振り向いてみない？できることならお断りしたいが、そういうわけにもいくまい。わかった、せーので振り向くんだね。ユーカさんが呼吸を整え、握り拳を作る。せーの！はぁ！そして僕らは見てしまった。絶対に見てはならないものを。いやいやいや、白いロンティー着ている幽霊ついてきてんじゃん。それはじわじわと僕たちに近づいてくる。何かご用ですか？それは僕たちを招こうとしている。決して聖者が踏み込んではならない場所へ。逃げるなよユリア君。ユーカさんの声がなかったら、そのまま夜道へと引き込まれていたかもしれない。ユーカさんの言う通りだ。とにかく逃げるんだ。僕たちは無我夢中に駆け出した。追いすがるカイには目もくれず、ひたすら走った。走るうちに背後から聞こえてくる足音の数が次第に増えていく。嘘でしょ？あ、たくさんいる。一体僕たちの後ろで何が起こっているんだ？何がいるというのだ？恐怖で頭が混乱しているせいか、どうしようもなく振り向きたい衝動に駆られた。何を思ってんの？ダメだよこんなの。振り向いちゃダメ、前だけ向いて走るのよ。そうだよね。走りながら優香さんが警告する。そんなことは分かっている。分かってはいるが、それでも怪しい誘惑にも似た衝動は抑えがたいものがある。ダメだよ、こういうの神話にもあったじゃん。決して後ろを向いてはいけないみたいなやつ。僕は思い切って振り向いた。なんとか衝動を抑えた。こっちだよ。僕はなんとか衝動を抑えた。僕はなんとか衝動を抑えることに成功し、そのまままっすぐに駆け続けた。どれだけの距離を走っただろう。なんとか全てのケーブルの支点になっている部屋を突き止めた。ここだ。ここで電気系統を制御しているみたいね。人がいなくなってからも電力だけが供給されてて、怪異現象を起こしているのかも。でもこれどうやって操作するの？電気が作り出した怪異現象、果たして本当にそうなのだろうか。さっき見たあれは幻？ユリア君、早く壊しちゃって。僕はユーカさんの説に疑問を持ちつつも、近くにあった椅子を持ち上げて力いっぱい振り下ろした。ユリア君急いで、またあの足音だわ。それ掛け声とともにさらに椅子を振り下ろす。迫り来る恐怖を忘れるために力いっぱい。どうした？機械がバチバチと悲鳴を上げながらショートしていく。爆発しないかな、大丈夫？そして妙な匂いを振りまきながら煙を吐き出した。ちょっと私たちも逃げた方がよくない？よし、ここまで壊せば大丈夫だろう。僕の安心を覆すように外から激しく扉が叩かれる。怖いからやめてよもう。憎しみを込めるように激しく打ち続けられる扉、その外側から響く亡者の嘆き声。ユーカさん、これも電気が作り出したものなの？これはポルターガイストなんかじゃない。ましてや電気なんかじゃ、もっと恐ろしくておぞましいものよ。どうすればいい？わかんない。とにかくその機械を壊して。わかった。壊したら解決するの？そんなの外の連中に直接聞いてよ。そんなことできるわけないじゃん。このまま怖がっていても何も解決しない。目の前にある希望にすがるしかないのか。僕はもう一度椅子を手にして大きく振りかぶった。消えろ！
僕の会心の一撃を浴びた機械は長年の業務を終え完全に沈黙した。よかった。それを証明するように施設から明かりが消えた。終わったのか。少なくとも一応の静寂を取り戻している。だが油断はできない。助かった。やっぱり機械で操られていたのね。優香さんが心底ほっとしたように胸を撫で下ろした。あ、何、コントローラー震えたよ。なんだ、あ、もしかして流脈か。地震よ。まさかあの男が言っていた流脈とやらが活動を始めたのか。ユリア君、早く外に出ましょう。うん。あ、待って、優香さん、まだ外は。あ、そうだ。僕が止める前に優香さんは安心しきった様子で扉を開けた。大丈夫？しかし僕の心配は杞憂に終わった。扉の外には誰も何者も存在しなかった。ああ、やっぱり機械壊したから消えたのかな。やはりあのポルターガイスト現象の正体は機械によって作り出されたものだったのか。ユリア君、見て、あれ。何？あれ、電気。え、機械壊したから電気消えたんじゃないの？で、電気が。優香さんが驚嘆と歓喜の声を上げる。そんな、電力は立ったはずなのに。僕の頭は状況を把握できず混乱するばかりだった。もしかしてあのポルターガイストはずっとここに囚われていたかわいそうな魂たちだったかもしれないわね。ユリア君が機械を壊したおかげで呪縛から解放されたんじゃないかしら。だからお礼にこんな。そうなの？そんなことがあるのだろうか。だが現に僕たちは脱出路を得た。この事実は曲げられない。考えるのは後回しだ。さあ、早く脱出しよう。僕は迷いを振り切ろうと優香さんの手を取り駆け出した。僕たちは光の道しるべに従ってひたすら走った。優香さんも限界をして懸命に走った。出口よ。優香さんの口から歓喜の声が上がった。その刹那、何？天井の岩盤が崩れ始め、僕と優香さんの頭上へと落ちてきた。危ない！避ける間もなく立ち尽くす僕たちに横から大きな力が加わった。おかげで寸出のところで直撃を免れた。ああ、力の正体は小暮さんだった。小暮さん！彼の大きな手のひらが僕たちを突き飛ばしてくれたのだ。小暮さん！オス、大丈夫でありますか、先輩。小暮さんのおかげで助かりました。微笑む小暮さんが冗談じゃなく仏様に見えた。何やってたんだお前たち、あんまり遅いから待ちくたびれたぞ。兄さんがぶっきらぼうに言う。何言ってるのよ、私が危険だって止めてるのにユリア君たちを助けに戻ろって聞かなかったくせに。誰が止めたって？お前こそ。あの先生方、今は言い争っている場合ではありませんので、速やかに脱出をお願いします。僕たちが脱出するのを見計らったように、呪われた地下世界は崩れ去っていった。儚く天に舞い上がる砂煙は閉じ込められていた死者たちの魂にも見えた。後で分かったことだが、この地域は郊外にある政府管轄の立ち入り禁止区域で、幸い怪我人はいなかった。わお、魔界。なあユリア、お前たち何か見たんだろ、あの地下研究施設で。うん、見たよ。僕と優香さんはあの地下世界で体験した出来事の一部始終を語った。推理ロジック。あ、もうやるのね。インドーさんと電話の男の関係は
綿密な調査、真相を究明、施設を崩壊、流脈の再捜査、施設を崩壊。警部たちの目的は施設の崩壊。名前のない駅は、妄想、解剖実験、臓器売買、地下墓地、悪魔の実験、悪魔の実験。名前のない駅は悪魔の実験のための施設。名前のない駅とポルターガイストは、綿密な調査、流脈の再捜査、人為的に捜査、人為的に捜査。ポルターガイストは人為的に捜査された。ポルターガイストは死者の霊魂、悪霊、いたずら、仕掛け。ポルターガイストの正体は人為的な仕掛け。優香さんは名前のない駅へ。妄想、綿密な調査、真相を究明、施設を崩壊、真相を究明。優香さんの目的は真相の究明。トンネルの遺体は、キャトルミューチレーション、異星人、死者の霊魂、死者の霊魂。トンネルの遺体は死者の霊魂だ。名前のない駅と、トンネルの遺体は、解剖実験、研究、悪魔の実験、いたずら、悪魔の実験。トンネルの遺体は悪魔の実験をされた。これで以上かな。確定。このロジックを最終決定としますか。はい。そうか、あの施設は霊的なものを人為的に作り出しコントロールすることを目的とした実験場だったのかもな。悪魔の実験。今になってあの男の言葉が蘇る。でも先生、私たちが見たあれはきっと。言いかけて優香さんは口をつぐんだ。さすがの彼女もあそこで起きたすべてを話す気にはなれないのだろう。少なくとも今はまだ。むう、あまりのことに自分の頭では理解できません。それは当然だ。僕だって人から聞いた話なら信じない。私は今でもオカルトだの超常現象だのを認めるつもりはないわ。でも今回の事件が現在の科学で完全に否定できないのも確かみたいね。科学は万能ではない。またあの時と同じ思いを。昔を振り返るようにひとみさんはつぶやいた。あ、これもしかしてさ、切り裂き編の隣にあるお話ってひとみさんのお話なんじゃない？ひとみ編みたいなさ、そういう番外編が始まるんじゃない？お、黒宮、生きて帰ってきたみたいやな、インドさん。どこに隠れていたのか、警部がのんきな顔してひょっこりと現れた。よう戻ってきたな、お疲れさん。あそこから無事に生還しよるとはな。あのおっさんの見込みは間違いやなかったっちゅうわけか。おっさんとは例のあの男のことだ。そういえばあの人はどこへ。僕は気になって尋ねてみた。ああ、あれな、どっか消えてもうたわ。ま、いつものこっちゃ、気にせんとき。気にせんときって言われてもな。細かいから気にしとったら身がもたんで。あんたらはこれからも常識が通用せん事件を相手にしていかなあかんのやからな。警部の言う通りかもしれない。僕らは警察士編纂室の刑事なんだ。日常に潜む闇を追いかけるのが仕事だ。これまでいくつかの会議に関わってきたが、結局いずれも納得のいく解決には至っていない。今回も確固たる証拠を得られぬまま全てが闇へと消えてしまったが、これで良かったのかもしれない。
悪魔の実験の正体が明らかになっても得られるのは絶望だけだろう。そんなものなら知らない方が幸せだ。真実からの逃避と言われればそれまでだが、僕はいずれ真実を直視しなければならない時が来るような気がしている。それまでは神の見えざる手にこの身を委ねようと思う。今の僕に言えるのは、真実は必ずしも一つではないということ。そして真実はいつも僕たちの身近に存在しているということくらいだ。世の中にはまだまだ僕らの知らない真実がたくさんある。そう、あなたのすぐそばにも。総合評価 S クラス、最終話、名前のない駅、缶。このお話は今までのお話の中で解決したとも言っていいんじゃないかな。まあ解決しないのは陰道さんとあの男の人だけど。最終話、名前のない駅、最高評価 S クラス、既読率 85%。 85% か。このお話選択肢が少ないからさ、前回みたいに90超えかなと思ったけど 85% か。次回なんですが、次の切り裂き編に進もうと思ったのですが、第0話から最終話までのデータベースを集めようと思います。でもそうしたらところどころ話が飛んでしまうかもしれないので、そこは私が補足説明を加えていこうかなと思います。ファイルナンバー105、最終話、名前のない駅、磁力。磁力、磁石の極同士が引き合う力、あるいは反発し合う力のこと。磁石の極同士がそうした力を出していることによって、その周りには磁力線が生じている。物質の原子の原子核の周囲では電子が自転しており、その自転の向きには上向きと下向きの二通りがあるとされている。磁石の内部ではその自転の向きに偏りが激しいため、もう一方の自転の向きを持った極に対して力を及ぼすと考えられている。磁石が鉄を引きつけるのも同様の性質によるものだという。また1820年には電気も磁石同様磁気作用を持っていることがドイツのエルステッドという学者により発見された。地球自体が大きな磁石のようなものであることは、地球に N 極と S 極があることからも明らかだが、これは地球の核が流動体であり、その流れにより電気を伝えることによって磁場を作り出しているからである。これをダイナモ理論という。磁石を英語でマグネットというが、その起源は羊飼いのマグネスという少年が発見した石が鉄を引きつける力を持つものであったことから、その名前を取ったとするものと、トルコ南端にあったと言われる磁石の産地がマグネシアという名であったためという二通りの説がある。ファイルナンバー131、最終話、名前のない駅、超音波。超音波、人間の耳は通常 30Hz から 20kHz までの音を聞き取ることができると言われている。その人の耳では聞き取ることのできない 20Hz 以下の低い音の波長と 20kHz 以上の高い音の波長の音波を超音波という。超音波を発生させ、
その反射によって返ってきた波長を測定することで、物体までの距離、形状、あるいはその状態までをも判別することが可能であるという。イルカはこうした特性を利用し、仲間同士の会話に超音波を発しており、またコウモリなども超音波の反射によって獲物を察知し捕獲することができるのだという。また波動の小さい、つまり高音の超音波は強い音圧と力を持っているため、現在様々な分野で利用されている。超音波の振動を利用した洗濯機や、その振動による摩擦、圧力によって生じる熱などを利用することで物体の接着などにも使われている。また刃物に超音波の振動を加えると、切断面との摩擦が小さくなることからメスなどにも使われている。現在ではこうして様々な分野で活用されている超音波だが、その工業化を促したのは1912年のある事件がきっかけと言われている。1912年、タイタニック号が氷山の一角に衝突し沈没。この事件がきっかけなの？この事件により、人間による目視ではなく、水中において付近にある物体を判別できる機械があれば、事件は防げたのではないかという考えから、音の反射により物体を感知する機械、いわゆる超音波ソナーの開発を促し、その後の超音波研究が発展していくこととなったと言われている。ファイルナンバー138、最終話、名前のない駅、電界。電界、電波とも言う、プラスとマイナスの電荷を帯びた電子や陽子、イオンなどが一定の法則に従って動くことによってできる力の場のことを言う。簡単に言えば、電圧がかかったものの周りに発生する力の場のことで、その場の流れの中に電荷が入り伝わることによって発生する力を電気力という。電波の存在は身近にも存在する。電界は電圧のかかったものの周りに発生するため、家電などをコンセントに挿しスイッチを入れていない状態であっても、コンセントの周りに電界が生じている。また下敷きなどで頭をこすったり、洋服を脱いだ時に発生する静電気などは電界によって生じる現象で、雷雲が発生した際にも地表と雲の間に電界が生じている。電界の単位は KV/メートル、括弧キロボルトパーメートル、あるいは V/CM、括弧ボルトパーセンチメートルで表す。ファイルナンバー193、最終話、名前のない駅、リニアモーターカー。リニアモーターカー、超電導を利用して推進する新しい交通機関。超電導とは、ある金属の温度を一定温度以下まで下げた際、その電気抵抗がゼロになる現象であり、その状態で電流を流すと抵抗がないために、電流はコイル内を永久に流れ、強力な磁場を発生する。その超電導を発生する装置を車体と推進路に取り付け、その発生した磁場が引き合う力と反発する力を利用し推進力に変えるのがリニアモーターである。リニアモーター自体は勾配やカーブに対応する目的で、現在地下鉄などでも動力の補助として一部採用されており、それらは鉄車輪式リニアモーターカーと呼ばれている。しかし一般的にリニアモーターカーと言われるのは、その推進力のすべてをリニアモーターで補う超電導磁気浮上式リニアモーターカーのことで、その磁力の反発と吸引によって推進する際に車体が浮上することからその名が付けられた。超電導磁気浮上式リニアモーターカーは時速500キロでの走行が可能だと言われており、これが実用化されると東京・大阪間をわずか1時間程度で移動することが可能となる。なお上海では
2004年1月1日より浮上式リニアモーターカーが運行を開始しているというところで、今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。